どうもこんにちは、三浦です。妖怪ウォッチやっていきたいなと思います。ちょっとコメント欄見まして、YouTube の動画がですねカクカクしているということだったので、ちょっとパソコンを変えました。ですね、使っているパソコンが2015年に買ったパソコンで、買った当初はね、80万円ぐらいした結構いいパソコンで、高性能のパソコンだったんですけど、もう何分ね、もう10年弱使っているということで、まあそれはちょっとおかしなところがね出てきてもしょうがないよねということで、ちょっとね一瞬直そうかなと思ったんだけど、高いパソコンだからちょっとやめた別のパソコンにね、パソコン2台持ってたんですけど、そっちのパソコンでやっていきたいなと思います。こっちはね多分大丈夫だと思うんだよね。今録画しているパソコンはその壊れたパソコンの2年後に買ったパソコンなんで、多分大丈夫だと思うんだけどこれちょっとね、これもダメだったらもうさすがにもうパソコン買い替えようかな。うん、ちょっとね、デルのゲーミングパソコンっていうのを使ってたんですけど、ちょっとホームページ見たらね、僕が買ってた時は2015年とかだったらね、デルのゲーミングパソコンって50万とか60万とか80万円が結構当たり前だったんだけど、なんか僕最近見たらね結構安かったね。うん、なんか20万円台とかでもねゲーミングパソコン買えそうな感じだったんで、まあ、結構いい感じかなと思ったんですけどね。さあ、今撮っているパソコン2017年に買ったパソコンですけど、これもダメっていうことになったら、ちょっともうパソコン買い替えよう。大丈夫かな。さあ、ちょっとね今回はこいつとねちょっと戦っていきたいなと思うんだけど、ちょっと待って、あ大丈夫か。さあ、ちょっと久しぶりということでね、ちょっとやっていきますか。前回ですねクエストやりまして、くしゃむしゃ、これは昇天寺の墓場にあるクエストなんですけど、四魔界って白い幻魔将軍が落とす呪われた刀みたいなやつをその墓場の前に差し出すと、このくしゃむしゃと戦うことができて、で1日1回バトルではなくて、勝てばその時点で仲間になってくれるっていうやつなんですけどね。さあやっていくか。ちょっと装備品とかもねちょっと揃えてやっていくかな。よし、どうしようかなね。ちょっとね今目の前にいるやつがちょっと強すぎて全然倒せないんだけど、くしゃむしゃ何装備させるかな。これいくか。守りあげるか。守りあげるか。こんな感じでいくか。よし、オッケー。しご。もう何回か戦ってんだけど。大量じゃ。このメンバーでいこうかな。これでちょっとパワーアップして、よし、 OK。 これでまずステータスアップして、あ、刺さらない。はい、あーすげえ無駄なやつが出てきた。容器回復のやつか。ちょっとこのままねちょっと殴って、ちょっと味方呼んできたら全体攻撃の必殺技をねちょっとぶちかましていこうかな。よし、OK。 さあガンガン戦っていくか。結構硬いね、グレンのナマズの王林って。なんかクレヨンしんちゃんに出てきそうなあの不良のやつみたい。なんか大量じゃ。カスカベサソリ隊っていう不良の分かんないかグレンのなんとかっていうからクレヨンしんちゃんのあの不良の3人娘みたいな。よしよしよし、大量じゃ。
これね、あの味方のナマズ、攻撃系のねナマズを呼んでくれるんだったらまだいいんだけど、あの回復するやつだったらちょっとね嫌なんだよね。あ、なんか勝てそうだね。なんかオッケー、もう半分近く削ってる。よし、オッケー、いいぞ。そう、こいつがやばいんだよね、メイドのナマズの先地。ギョギョヒールで本体を回復させちゃうから、これ、あ、ちょっと待って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 、あー、そうそれでね回復されると結構きついんだよね。ちょっとギョギョヒール使われる前にね、ちょっと技ぶち込んで早くやっつけないと。よし、これで技をぶちかまして、よし、やってたー、オッケー。前回仲間したくしゃむしゃ、僕 A ランクかなと思ったんですけど、なんとですね、生ハゲと一緒にの S ランクでした。ただスキルが生ハゲは刀狩りだったかな、あの敵を倒すごとにあの攻撃力とかアップしていくスキルに比べて、くしゃむしゃはたまに味方を攻撃するというちょっと厄介なスキルを持ってるから、生ハゲの方がね多分いい妖怪だとは思うんだけど。さあちょっとね、生ハゲ本当は生ハゲをやっつけて生ハゲをメンバーに入れていきたいけど、さすがにまだ生ハゲ倒せないと思うからね、このくしゃむしゃでいくしかない。あー、トゲニャンすげえダメージ食らってる。ちょっとトゲニャン回復させるか。さあちょっとメンバー交代して、ちょっとあれだね、ちょっと敵のザコが2匹いるのちょっときついな。あー、オロチやばい、ちょっとオロチ回復させるか。よしよしよし、いいぞいいぞよ。まだ倒れないか。さあ、無事にゃん。おお、オッケーオッケー。大量じゃ。もう半分以下。ああ、生ハゲじゃない、無事にゃん、すげえダメージ食らう。うわあ、ちょっと容器回復させるかな。あ、どうだろう。ああ、誰呼んだ。ああ、そいつか。ああ、先地をちょっと集中攻撃、あいつやっつけて。くそ、ちょっともうちょっと容器尽きてるね、やばいな。ちょっともたもたしてると回復されちゃうぞ。ちょっと早く技をぶち込んで、大量じゃ。あー、やめて、回復しないで。大量じゃ。まあ、2匹耐性できた、先地。やばい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 。ああ、倒しきれない。ああ、ちょっと技使わないで、ちょっと、温存書いけばよかったね。ああ、ここでちょっと火力が尽きた。あー、やめてー、回復しないでー。大量じゃ。あ、運がきやばい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 、運がきやばい。いやー、やめてー。よし、やっつけた。よし、オッケー、技溜まった。あー、運が強い、まずい。ちょっと運が強い回復させるか。ちょっと本体狙うか。ゴンゾーはあえてちょっと生き残らせておいて、あ、しばらくこれで戦うか。
先地を呼ばれるよりはいいか。大流じゃ。うわ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 。あ、オッケー。さ、これで殴れ、殴っちまえ。ちょっと容器を回復させて。おお、あんまでもあれだな、雑魚の攻撃あんま入らないね。うん。ちょっと雑魚を狙うのやめよう。ちょっと先地を呼ばれちゃうと回復、漁業ヒールで回復されちゃうから、これで耐えるか。大量じゃ。それ。一応ゴルニャンの取り付きがねあるから、守り大アップで結構攻撃耐えられるね。大量じゃ。それ。ちょっとゴルニャンがまずいぞ。ゴールニャン回復。大量じゃ。うわー、クリティカル入った。危ない。運が今日やばい。大量じゃ。オロチもやばい。あー、トギニャンやばい。トゲニャンガードしてるけど、大量じゃ。あれ、トゲガード発動しないね。なんでだろう。トゲニャンのトゲガードが発動しないね。反撃してほしいんだけど。大量じゃ。あれ、なんかあの本体に殴られてもなんか反撃しないんで。危ない。うわ、くしゃむしゃ、自分攻撃して死んだ。うわー、超使いづれえじゃん、くしゃむしゃ。いやー、大量じゃ。まずくしゃむしゃが落ちてしまった。まさかの自分自身を攻撃するっていう。大量じゃ。ああ、そうか、これがあるんだった。そうだ、忘れてた。いやー、やばい。そうか、雑魚残してるとこれ食らうんだった。あー、でもまあ耐えるわ。結構耐えたね。めっちゃ持ってかれんのかなと思ったけど。おさあ、ここまで削って、あいつでよかったか。あれはゴンゾーかな。さあ、これで OK、 本体狙うか。早送りで。あー、これ勝てるな。ようやく勝てるわ。大量じゃ。よし、いいぞ。そうそう、ちょっと技使っちゃうかな。もうそうそう倒せそうだね。よし、大量じゃ。おー、危ない。運がいい今日。よし、オッケー。で、オロチの技、あともうちょい。大量じゃ。ああ、まああれだな、もぐもぐバーガーめちゃめちゃ大量に買ってきたんだけど、あと13個しかない。もう、うわー、これ1個880円もするんだよね。よし、いったー、ようやくだー。ちょっとこいつはマジで苦戦した。漁業ヒールでめっちゃ回復されて全然ダメージ与えられなくて困ってた。あー、よかった。ちょっとね、ブシニャのレベルが35でもうちょっと上がってほしいよね。レベル35か。押した、オッケー。じゃあちょっと先行くか。さあ、まあ今回はねあれなんだよな、ちょっとテスト的な
部分も含めての配信なんで、もうそろそろ終わってもいいかな。大丈夫かな、これちゃんと録画できてるかな。わーわー、なんかすごい迷路になってんね、ここ。ちょっとね、これでこのパソ、あー、なんかちょっと画面、あいついるね。おお、雷の指輪を手に入れた。多分装備することはないだろう。なんか若干画面が歪んでるようにも見えるんだけど、これはあれかな、これは無限地獄だからこうなってんのかな。ちょっと通常のフィールドに行かないとちょっと判定が大丈夫かな。ちょっと一旦戻るか。うわうわ、あ、なんかちょっと怖いな。あ、ここジバニャンもいるんだね、すげえ。そっか、あ、クシャムシャもいるじゃん。さすがに生ハゲはいないんだな。さあちょっと戻ってきたぞ。わ、なんかちょっと画面大丈夫か。あー、なんかちょっとやっぱちょっと変な感じすんな。これパソコン買わないとダメか。若干なんだけどね、ちょっと画面がなんかちょっとノイズが入るような気がするな。これあれだな、ちょっとでも編集した後の動画を見てみないとちょっとわかんないな。ダメか。まあいいか、新しいパソコン買っても。まあちょっと今日はちょっとテスト的な感じ。あー、ダメだ、画面歪んでるような気がする。うわー、うわー、マジかー。ちょっと一旦おしまいにしよう。ちょっとこの動画一旦ね、編集してまあ出すには出すんですけど、その出来上がった動画でちょっと判断しよう。やっぱちょっと画面がおかしいような気がする、この今録画してるのを見てると。でダメだったらちょっとパソコンまで久しぶりに買おうかなと思います。まあ新しいパソコン買ったらね、その新しいパソコンで気持ちよくゲーム実況していこうかな。はい、ということで、じゃあ今回ね、ここでおしまいにしたいなと思います。ちょっと編集頑張るぞ。